3ヶ月でマラソン完走する方法。継続していく上で大事になってくる、はい、マラソン完走7か条を週 1、2回の30分のジョギングが、うん、こんにちは、ラントリップ代表の大森です。ラントリップチャンネルディレクターの正人です。3ヶ月でマラソン完走する方法ということで、はい、お送りしていきたいと思います。はい、今年こそは、はい、フルマラソン完走したいぜみたいな方もいらっしゃると思うので、このタイミングでこの動画をね出したかったんですよ。はい、そうですね、はい、ということで私が正人くんに宿題を投げまして、はい、指令をいただきました。はい、はい、この動画作りたいから適切な人にアドバイスしてきてまとめて私に報告してくださいと、はい、という中で綺麗にまとめてきていただいたようなので、はい、ちょっと報告を受けたいと思います。でその報告をねもうそのまま動画にしちゃいましょうということで、そうですね、皆さん参考になれば幸いですので、はい、そういった形でご覧いただければと思います。ぜひご覧ください。では早速ビギナーの方が3ヶ月でマラソン完走する方法、まず誰に聞いてきたんですか。はい、今までマラソンを1万人以上の 方々に、指導されてきたランニングコーチの高橋亮さんにお話を伺ってきました。そうですね、1万人以前うちの動画でも出ていただいてますけれども、ね、ランニングコーチですね、はい、それをねまとめて、はい、ぜひ報告お願いします。日々のトレーニングの継続が大会に出て結果につながるっていうところなので、残念ながらまぐれはありませんという回答が、そういうことですね、一言目に来ました。そうなんですよね、はい、結局ね継続ですね。そうです、まずこう継続していく上で大事になってくる、はい、マラソン完走7か条を亮さんに、お聞きしたので、なるほど、1個ずつちょっと説明をしていくんですけど、うん、1個目がレースをまず決めましょうというところで、はい、出るレースですね、マラソン。なるほど、はい、2個目が、ログを記録する、はい、これは自分が走ったトレーニングの記録を記録アプリとかで記録していきましょう。なるほど、はい、いわゆる練習日誌ですね。そうですね、はい、3つ目が仲間を作る。なるほど、でやっぱり一人で孤独に頑張ってると継続なかなか難しくなってくるので、はい、仲間を作りましょうっていうのが3つ目1つですね。必要なこれレース決めるっていうのはやっぱ目標、そのターゲット決めるっていうことで継続はしやすくなるってことなんですかね。そうですね、はい、でやっぱりそれぞれこう1ヶ月2ヶ月3ヶ月でやっていくことも決まってくると思うので、はい、やっぱりまずレースを決めることが大事というところですね。確かにね、4つ目が割とこの3ヶ月でマラソンを完走するっていうところでいくと一番もしかしたら大事になってくるかもしれないんですけど、うんうん、怪我をしないっていうのは大事ですね。確かにこの前段で継続が全てって書いてました、はい、確かに怪我したら全て終わっちゃいます ね。 そうですね。で5つ目が自分を知るっていうところで、なるほど、こうトレーニングをする上でまずはこう自分のこう状態だったりとか今のこう実力みたいなところを見極めましょう。なるほど、ね、このなんか自滅が立ってるというのはつまりやりすぎちゃったりするっていうことなんですかね。そうですね、あ、まあ、トレーニングもそうですし、あとはレース本番でもこうオーバーペースになってしまったりみたいなところがあるので、まずはこう自分のペースを知りましょうっていうところですね。はい、あとは6つ目が、意外かなと思うんですけど、はいはい、距離ではなく時間が目安になってます。なるほど、今回ご紹介するトレーニングメニューでいく普通、はい、よくあるのは、まあ、月間何キロ走るとか、そうですね、はい、何キロ走を何回やるとか、はい、ね、そういうふうによく言われがちですよね。言われますよね、うん、でも実は高橋亮さんに聞いたところ時間が目安というふうになっているそうです。なるほど、はい、で7個目が欲張らない。欲張らない、まあ、これはもしかしたらさっきの自分を知るともちょっと共通してるかもしれないですけど、確かに確かに怪我をしないとかにもつながるんですね。そうですね、はい、なるほどね。ただ8分目がこう目標達成に近道になってきます。なるほど、なんか全てがねリンクしてる感じしますね、はい、うん、この7か条を知った上で、はいはい、トレーニングぜひ臨んでいただければと思うんですけど、うんうん、マラソン3ヶ月で、完走する上で、はい、おすすめのランニングアイテムが2つあるので、はい、まずちょっとメニューの紹介の前に話していくと、ほ先ほどログを取るであったりとか、はい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 、あとは仲間を作るっていうところで、はいはいはい、だいぶ宣伝が入ってますね。そうですね、はい、ランニングなんでですか。そうですね、ランニングアプリっていうところでいくと、はい、まずはこう距離走った、距離時間を計測すると、あとは、ログを取るっていうところで大切になってくるのと、はいはいはい、あとはラントリップアプリであれば、はい、こう SNS を通じてこう仲間とのこう、はい、モチベーションを高め合うっていうところが、なるほど、はい、あとは、もう一つが心拍計付きの GPS ウォッチが必要になってきますっていうところで、はい、ちょっとこれはなぜ心拍計付きなのかっていうところについては、うん、具体的なメニューを紹介しながら、うん、になってくるんですけど、まあ、大意味があると。そうですね、はい、大前提やっぱりこう走る上で、うん、何キロ走ったか何分走ったかみたいなところが、うん、GPS ウォッチがあると便利になってきますよっていうところで
この2つが、はい、ぜひ使っていただければなという2つに、はい、あ、はい、ちなみにこれ初心者の方当然シューズとかウェアとか必要じゃないですか、うん、はい、はい、当たり前ですけど、そうですね、はい、それ系は他のね、はい、動画でちゃんとまとめてますので、はい、そうですね、初心者おすすめランニングシューズまとめみたいなのもね、はい、ありますので多分概要欄に貼ってくれてるかな、はい、ぜひ概要欄からご覧ください、ね、ぜひチェックしてみてください、はい、やっぱり気になるのがあの3ヶ月のメニューとか、はい、トレーニングだと思うので、いやそうですね、結局そこ教えてよって話ですからねそうですよね、はい、うん、なるほどなるほど、そうなんですよね、で3ヶ月やっていく上で、はい、ずっと同じ練習をするわけじゃなくて、こう4つのステップに、目的を分けるんですね、はい、目的を分けてトレーニングをすることが大事というふうにリオさんはおっしゃっていて、はい、最初の 1,2 週間が、はい、準備して、その3週間から6週間が、うん、基礎を固めていく練習、うんうんうん、約3週間かける、そうですね、3週間かける、はい、で次の、7週間目から11週間目までが、うん、メインのこうマラソンに出る上でペースを作っていく、なるほど、はい、トレーニングをしていく、ここが一番多いんですね、そうですね、はい、時間をかけてるんですけど、はははでそれをやった上で最後ステップ4の、マラソン直前の仕上げをしていくというのがこの4つのステップ、なるほど、はい、なるほど、はい、分かりやすいです良、うん、かったです、はい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 、で下の方にポイントが書いてあるので、うん、それをあの噛み砕いてここから話していくんですけど、全体 の、 あのトレーニングやっていく上でベースになってくるのが週 1,2 回の30分のジョギングがまずベースになってきます、うんうん、ちょっと安心しました、あ、安心しました、はい、なんか毎日走れとか、あ、思いますよね、週末 2,30 キロ走やれみたいな、はい、実はそうじゃなくても、はいはい、マラソン完走できちゃうんです。これは結構可能性見えてきた方いらっしゃるんじゃないですか。でまずベースになってくるのがその週1回から2回の30分のジョギングをした上で、はい、まずこう 1,2 週間目は、フォーム作りをするために大事になってくるのがウォーミングアップと、はい、ランニングをした後の流し、まずウォーミングアップでいくと、はい、なんでやらなきゃいけないのかというところで、はい、効率的なフォーム作りをまずしていかないと、やっぱりこう、はい、マラソンって長い距離を走り切ることになるので、一歩一歩がこうフォーム、効率的なフォームでないとやっぱりそれだけタイムロスにもつながりますし、はい、あとは怪我にもつながったりとかするの で、ね、ウォーミングアップしましょう、積み上げですからね、はい、だって4万歩ぐらいいきますからね、そうですね、うん、はい、でそこの中で、3つ、ポイントがあって、はい、コアセットと片足バランスと、筋活性の3つが、はい、大事になってきます、はい、難しくなってきます、難しくなってきます、どういうことですか、はい、はい、コアセットがまずやっぱりこう腹筋だったりとか体幹の部分、はい、あ、なるほどね、やっぱりちゃん、まあ、ちゃんとしてないとというか、こう整えてあげることで、フォームがよりこう効率的なフォームになりますよっていうところと、はいはい、あとは片足バランスでいくと、はい、ランニングって基本的にジャンプ運動っていう風に言われるんですけど、片足が常に浮いている状態になるので、ジャンプの連続、はい、そのこう姿勢がを作るというところで大切になってきますというところ、筋活性はやっぱりランニングをする上で使いたい筋肉を使える状態にしておくっていうことが大事になってくるので、ね、はい、やっぱりこう、はい、体が温まってない状態で走り出してしまうと、はいはい、どうしてもこうそういう風にいかなくなってくるので、なるほど、はい、ウォーミングアップちゃんとしましょうっていうのは、寝てるところちゃんと呼び起こして、そうですね、意識した上でジョギングした方が効率的ですよっていうことなんですね、はい、そうですね、そうですね、はい、こちらからチェックしていただけると分かりやすいと思います。これらが何かっていうのはもう少しそれはそっちを見てくださいっていう話ですかね。そうですね、はいはい、そこがウォーミングアップの、パートになってきて、うん、でさっき言った流しが、うん、流しが何かっていう話をすると、うん、短い距離を、はい、全速力の 70% から 80% くらいのスピードで何本か走るの流し、流しです、ね、はい、結構速いですね、そうですね、うん、70% から 80% と、なるほど、ちょっといつものランニングよりは速いかな、ちょっとダッシュしてる人いるっていう感じ、そうですね、はいはい、はい、なるほど、で目的としてはこう大きく素早い動きを身につけて、はい、こうスムーズでリラックスしたフォームを作るために、行うというところで、ジョギングだけだとやっぱりこう小さい動きになってしまいがちだと思うので、ちょっと速い動き、はい、大きい動きを作ってあげることで、はい、こうリラックスしたフォームが作れますというこの、はい、ウォーミングアップと流しが大切になる、体の動きを大きくしていくんですね、
そうですね。なるほど。でもちろんあのジムとかでこう、うん、トレッドミルの上で走ってますっていう方もいると思うので、そういった方は最後の、ランニングトレッドミルのランニングの最後の1分間をいつもの、ジョギングの、速さのプラス2キロ、うん、時速2キロぐらい時速2キロくらいプラスしていただいてペースアップしていくと、いいトレーニングになりますよ。なるほど、めちゃくちゃ参考になります。はい、ことです。はあ、というのがステップ1でした。ね、ただ走ってるだけじゃなくてこれを入れるとその効率的にいけるんですね。はい、で次がステップ2になってくるんですけど、はい、こちらが、足作りを目的にしていて、レースは週1回から 2回の、はい、ジョギン30分のジョギングで変わりないんですけど、はい、プラスがあるんですね。プラスがあります。なるほどね。まあ、そうですよ ね、 そ う、 ですね。そううまくはいかないですよね。そうなんですよ足作りですからね。はい、そうなんですよ。で、これが、左と右に書いてあるどちらかを行って、いただければっていうことで。なるほど、優しい。優しいんです、はい、で左の方からいくと、はい、起伏走週1回から2回やりましょう。何、うん、これつまり坂道走るってことですか。そうですね。アップダウンがあるところを走るんですけ ど、 ちゃんと目的があって、はいはいはい、上りだと心拍機能を強化していったりとか、はいはいはい、下りになると、脚筋力を強化することにつながる。そっか。なので、1回につき40分から60分くらい。なるほど、はい、やりましょう。これつまり坂道ダッシュしろみたいなことではないんですね。よくあるスポコン漫画の。そうですね、坂道ダッシュしろってことではなくて、はい、下りにも意味があるということで、はい、普通にジョギングをすればいいっていうんですかね。そうですね、上りと下りで、はい、そうですね。ペースは変わらなくてもお近くにあのアップダウンのあるコースがないという方もいらっしゃると思うので、うんうん、そういった方は歩道橋であの階段を走るとか、そういったことでもこう応用できるので、マンションの階段とかそうですね、はい、そういったところでやっぱこう心肺機能が高まったりとかするので、そういったところを、はい、週に1回から2回取り入れていただくと、はい、足作りにつながってくるので。なるほど。であともしそれが、できないよっていう方は、うん、筋トレを取り入れていただくと、ほうほう、あのマラソン後半でも失速対策に代用できるんですね。はい、そうですね。なるほど。はい、基本的には、30分のジョギングを、うん、あの週 1,2 回やってもらった上で、うんうん、その、まあ、前後でいいんですけど、うん、下半身の筋トレを取り入れていきましょうというところで、フロントランジだったりとか、うん、あとは片足スクワット、うん、まあ、そらく今画像が出てくると思うんですけど、なるほどね、こういったのを取り入れていくと、はいはい、より足作りにつながってきますっていうことですね。なるほど。足作りフォームを作った上で足を作るっていうのが次のステップだそうですね、ということですね。はい、なるほど。というのがステップ2でした。あ、でもよかったです。なんかすごい苦しいインターバルトレーニングでいられるのかと思いましたけど、はい、ちょっと坂道走ってねとかね、はい、片足のスクワットやってねとかっていうことなんですね。うん、そうですね。なるほど、安心しました。はいはい、ということで、はい、ステップ3に行くんですけど、ここが12週間の中でもメインのトレーニングになってくるんですけど、うん、マラソン本番に向けてレースペースをこう徐々に慣らしていく、うん、なるほど、はい、期間になってくるんですけど、はい、週1回から2回の、ジョギングは変わらず行った上で、そこにプラスして、うん、週1回から2回の、ビルドアップ走をビルドアップ走、はい、やっていきます。なんですか、怖い怖い怖いビルドアップ走っていうのが全体、はい、長い距離を走る中で徐々にこう、はい、ペースを上げていくというのがビルドアップ走というメニューになってくるんですけど、はいはい、単純にペースを上げていけばいいということではなくて、うんうん、心拍数を、うん、基準に考えていきます、うんうんうん、はい、おすすめアイテムとして上げた心拍計付きの GPS ウォッチが大切になってくるんですね。なるほど、はい、そっか、何キロ走りなさいってよく言われますけど、はい、ではなくて目安となる時間、はい、それに対して、心拍を見て基準を決めていくっていう、うんうん、そうですね、ことなんですね、はい、時間が伸びるってことなく、うんうん、決めた時間内でちゃんと終われますと。そうですね。じゃあ忙しいビジネスマンとか、はい、家庭が ある方とか、はい、確かにこの時間だけっていうのが決められれば、はい、確かに避けやすいですね。そうなんですよね。だから最低週2から、はい、まあ、4ぐらい走れば時間を作れると良いということですね。はい、なるほど。それでビルドアップ走が、1回につき60分から90分を取るというところで、はい、トータルでね、はい、うん、なんですけど、はい、3つの時間に分かれていて、うんうんうん、最初の20分くらいは、はい、まずウォーミングアップとしてちょっとゆっくりとした、ペースで走っていきます。なるほど、なるほど、はい、
でこれが、心拍数を、基準にすると、うん、最大心拍数の 75% くらいの、うん、何これ難しい、そうなんですよ、はいはいはい、数値の心拍数くらいで、はい、ジョギングをしましょうっていう話なんですけど、はい、この計算方法としては、はい、220から、はい、ご自身の年齢を引いていただきます。まずなるほど、そこから、出た数字のから 75% で、計算すると数字、目標の心拍数が出てくるので、それよりも低い値の、心拍数で20分ほど走り続けていただくという感じになります。なるほど、はい、そうやって計算できるんですね。そうですね、はい、そこを意識していただいて、最初の20分くらいはもしかしたら、人によってはこんなにゆっくりでいいのかもなって、心配になられる方もいるかと思うんですけど、一回やってみないとね、ちょっと 75% ってどんなのか分かんないですね。どれくらいか分からない方もいると思うので、まあ、ただやっぱりこう最初は温めていくことが大事なので、まあ、ゆっくり走っていくというのも大事。いきなり苦しくなっちゃダメなんですね。そうですね。でその20分経ってから、1時間までが次のこうメイン の、 あの時間帯になってくるんですけ ど、うん、ど、はい、フルマラソンの目標ペースで走っていきます。でこれが心拍数でいうと、最大心拍数の 75% から 80% くらいのゾーンで、走り切るということになっています。でこれ20分から60分で、こうだいぶ長めに撮ってあるので、はい、むしろペースアップしたくなってくる場面もあると思うんですけど、あえてこの 75% から 80% でこうのゾーンの中でこう保っていくっていうことが大事なんですね。でそれをすることでこうペースをちゃんと自分レース本番のペースを覚えていくっていうことになっていくので、この40分間が大事に、それがある自滅型だと。そうですね、なるほど、はい、で、60分経ったら最後の90分までの30分間が心拍数でいうと、うん、最大心拍数の 80% 以上の、心拍数まで上げて30分間走るというふうになっています、うん、具体的な目標のペース、あの時間でいうと、うん、あの10キロとか、うん、あとはハーフマラソンのレースの時のペースくらいが、うん、あの目標になってきます。そうですね、はい、出たことある人はその辺を目標にっていう感じですかね、していただければと思います、まあ、というふうに90分間ビルドアップをしていくんですけど、徐々に上げていくことが大事になってきます。大事ですね、どっかで下がっちゃダメですね。そうですね、ちゃんとあのゾーンごとに上がっていくということが、はい、大事なトレーニングになってます。これを、4週間ぐらいでしたっけ、さっきの。そうですね、はい、続けると、はい、力がついてくると。力がついてきます。なるほど。で、マラソン本番の1週間前が、はい、ステップ4のコンディショニングになってくるんですけど、やっぱりこう直前に焦っちゃって、うん、どうしてもやっぱこう頑張んなきゃいけないんじゃないかみたいな、最後までちょっと思っちゃう方もいると思うんですけど、むしろ駆け込みでたくさん走って、そうですよね、うん、なんですけど逆にこう、うん、緩めていった方がいいんですよね。疲労を抜いていくんですね。そうなんです。レース本番の、はい、7日前、4日前、前日と3回走るんですけど、うん、7日前が、10キロ、うん、で4日前が5キロ、うん、で前日が20分程度の軽いジョギングがおすすめと、りょうさんからは、はい、教えていただきました。そうなるのはさっきの計算方法でいうこれぐらいの強度であると。そうですね、はい、あえてだから数日前に短いけどちょっと早いっていうのを入れとくっていうのが結構ポイントなのかもしれないですね。そうですね、はい、こう体ほぐす意味でちょっとだけでも走った方がいいかもしれないですね。そうですね、っていうぐらい本当疲労の時っていうところが、はい、まあ、前日やるべきことかなっていう感覚はありますかね、はい、そうですね、うん、もちろんあの疲労をためないということが、うん、あの大前提にはなってくるので、必ずしもこの、はい、ラスト1週間この通りに過ごさなきゃいけないということはないので、うんうんうん、あくまで参考にしていただければと思います。そうですね、この辺のピーキングと呼ばれるものは、はい、本当に千差万別なので、まあ、自分のやり方を見つけていくっていうのは、はい、そうですね、まあ、それもそれで楽しみかなと思いますかね。というのが、まあ、マラソンまでの、トレーニングの方法になってきます、はい、なるほどね。もう一回改めてマラソン完走の7か条を振り返っていくとこの7つになります。なるほど、はい、でさらに振り返ると結局は行き着くのが継続であると。そうですね、この辺の積み上げが、はい、積み上げです。 ですね、はい、でも良かったです。なんかこう毎日なんかたくさん走んなきゃいけないのかなとか、うん、そういうふうに気構えてる方も多かったと思うんですけど、うん、まあ最初は週 1,2 回から入って、はい、まあ、多くても週3とか4とかだったので、うんうん、まあなんか目指すって決めればやるんじゃないのかななんて
ちょっと思いましたね、はい、そうですね、はい、うん、あの日々の生活の中で空いてる時間とか、ね、使っていただいて、なるほど、ね、はい、逆に言うとこれぐらいちゃんと準備ができていれば、まあ、完走は目指せるであろうと、うんうん、そうですね、ですね、まあ、ここからさらにタイムを目指していくみたいになってくるとまたさまざまなやり方があって、はい、っていうことかなと思いますけれども、ね、今回はあくまで完走する、はい、ということを目標にされている方向けの、はい、動画だったという形ですかね、はい、よくわかりました、マスト君、はい、ありがとうございます、いやいや、わかりやすかったです、ありがとうございます、はい、ということでね、あのぜひフルマラソン完走を目標にされているビギナーの方いらっしゃいましたらぜひこちら参考にしてみてください、はい、まあ、本当にね個人差もありますしいろんなやり方があるかと思いますけれども、ね、一つね何していいか分かんないという方に関しては、こちら参考にしていただければなというふうに思います、はい、コメントもお待ちしてますので、あと質問とかね、そうだったら、はい、ぜひぜひ書き込んでみてください、この動画がもし面白いと思っていただけましたらぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。さまざまな動画他にもねランニングシューズの選び方とかそういったものも含めてたくさん紹介してますので参考になるんじゃないかなと思います、はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう、バイバイ、バイバイ。